ニューストピックスです群馬県藤岡市の関越自動車道で石川富山の乗客7人が死亡した高速ツアーバス事故は4月29日で発生から12年となりました遺族は言えることのない悲しみを抱えながら二度と悲惨な事故が起こらないように祈っています今回はこの話題について社会部の北村記者に話を聞きます 北村さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますゴールデンウィーク中に発生した悲惨な事故でしたはい。事故は2012年4月29日に発生しました高速ツアーバスは金沢から高岡を経由し千葉県の東京ディズニーリゾートに向かっているところで高速道路の防音壁に衝突し大破しました亡くなった7人のうち 石川の方は4人いましてこのほかに38人が重軽傷を負いました、はい、全国に衝撃を与えたニュースでしたあれから12年が経ったんですねはい今年も事故が発生した午前4時40分ごろに多くの遺族ら関係者が事故発生現場の近くに設けられた祭壇に足を運びまして手を合わせて冥福を祈りました 遺族の方々の様子はいかがでしょうか。はい。遺族の方々は最愛の人を失い、消えることのない悲しみを抱えています。私は長女のくるみさんを亡くした白山市の岩上さんに話を聞いたんですけれども、12年が経ち、世の中の記憶は塗り替えられていくけれど、遺族は一生忘れられない、思い出したくない辛い日だと話していました。はい。くるみさんのお墓には同級生が お花やお菓子を持って手を合わせに来ていて岩上さんは明日にずっと来てくれている友達がいる感謝しかないと話していました、うん、こうした事故がもう二度と起こらないように願いたいですそうですねと、はい、私は以前この事故現場を取材したことがありましてゴールデンウィークになるとこの事故のことが頭に浮かびます まあ普段車を運転していると気が緩んでしまうこともありますけれども、えー、事故のことを考えるとハンドルをを握る責任を感じます。うん、この事故について、えー、まあ報道し続けることで、うん、ニュースに触れた人が少しでも安全運転を心がけてくれる,ようくれるきっかけになることを願いたいたでです。すそうですね。時は戻らないですからせめてこれから先同じ事故が起こらないこと、はい、私たちも祈るばかりです。 今回は社会部の北村記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。